いただきます。いやーマジか。うわーやばいやばい。あ、見てるだけでやばい。うわ、やばい。どう、激辛ジョニス、今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。と、また男の子の青木カノンと、リフレクションのギターリーダーくんです。イエーイ。今日はですね、あのリフレクチャンネル、はい、僕もちょっと出演させていただいたんですけど、メンバーなのにね、はい、コラボということで、今日はとっておきのとんでもねえものを持ってきてしまいました。そちらがこちらです。はい、デスノートです。出す前に言うなよ。え、はい。デスソースを2つ用意しました。まずですね、こちらアフターデスソースといって、辛さのレベルを表す値があるんですけど、スコビル値、これがですね、ごまのスコビルで、こちらがサドンデスソース、もうデスソースシリーズの中でもう辛いやつなんですけども、一番辛い、はい、一番辛い、10万スコビル。お二人はこのデスソース食べたこと、食べたことない、飲んだこと、ああ全然ありますよ。1回か2回ぐらい。どうだった？熱い、ただいや辛いでしょ。辛くはない、辛いから。で、冗談は置いといて、今日はなんと僕が、この2つを一気飲みしたいと思います。一気飲み、あらかじめ言っておきます。これ非常に非常に危険なことなので、ジョニーはですね、もう何年もの間この激辛料理を食べてきたんで、結構胃袋も最近すごい慣れてて、じゃあまずはこっち、5万、全然どっちでもいいよ、分かったから。5万スコビルの方からいきます。なんでこれ開いてんの。あ、これね、前ちょこっと舐めちゃったんですけど、これ別にいいだろ。あの、これ中身入れ替えてないからね、本当にあまりにもやばいんで、ちょこっとでしょ。あ、ちょっと入れすぎたな、これでも結構辛いかもしれない。じゃあ、ちょっと待って、逆だよ、はいはい、こっちだよ。ふざけんなよ。垂れんだよ。どうだよ。じゃあ食べていきましょう、ね、はい、じゃあちょっと舐めてみます。せーの、あ、でも美味しい、うん、美味しいね。美味しいわけないだろ。いや、これなんか麻婆豆腐とかに、ふざけんな、美味しいよね。やめろマジで、本当に辛いでしょ。なんかあれだ、あのトマトの味がする。トマトの味がする。トマト一つも入ってない、これマジでやばいから。パプリカっぽい、なんか、あ、わかるわかるわかる分かる。いいから痩せ我慢しなくて、マジで辛いでしょ。いや辛くなる。大丈夫、全然、本当に大丈夫、うん、いや、うちあのこの前韓国旅行行って、なんかあのチーズタッチ、おい牛乳飲んでんじゃねえ。牛乳飲んでる。飲んでねえよ。何、やめろよ。飲んでねえ。やめろって。二人マジで痩せ我慢してますけど。俺が疑われるか、これ入れ替えてんじゃねえかみたいな。辛いってるか熱い。なんか確かに汗はかくな。うん。言うても、まあ、あのちょっと熱いっすか。ちょっと次こっち、じゃあ量多めにいきますよ。でも、うん、この同じ量でいいや。いやいやいや、辛さが伝わらないから、どれだけやばいかっていうの。量多めっていうか、さっきと同じ。辛いんでしょ。いや、熱い。え、マジで。こっちがなんかあれだ、あの、ナポリタンぐらいで、で、こっちはちょっとあの、タバスコっぽい。言えだろ、タバスコだね。デスソースだよ。さっきと同じぐらいでいいや。うん、全然大丈夫です。はい、じゃあ、アックもアックも。うん、はい。逆だよ。一時マジで辛いからね、これ。ああ、もうちょっと量いってもいいんじゃない。大丈夫。熱いんだもん。あの、味、知りたいぐらいだから。うん。はい。OK？ うん。せーの、あ、全然大丈夫ね。あ、さっきよりはちょっと辛い、うん、でもなんかその分でも味がしっかりしてて、うん、ね、マイルドで美味しい。あの、マイルドなわけねえだろ、うん、もうちょっといくか。じゃあそんなリアクションしたら俺がこれ飲んだ時に報われないから、マジで本当に。じゃあ、うっ。え、ぶっちゃけタバスコは辛いのかな。試してみよう。まあ、もうちょっと、はい、まあタバスコ、はい、辛い。やばい、タバスコやばい。いや、おかしいだろ、なんでデスソースで辛み感じなくて。あ、辛っ、やばい、タバスコ辛っ。マジでやめてくれ。やばい、あ、辛い。まあ、水だ。逆、リアクション逆。デスソースの辛みが今やっとタバスコ辛い。マジで、マジで。いや、じゃあ一言、マジでこれ辛いって言って、じゃないと成り立たないから、この動画。辛いって言えばいい。俺が中身抜いたみたいな感じになっちゃう。辛いって言えばいい。辛いって言えばいい。ジョニーさんに言われたので、ちょっとリアクションしてますけども、辛いとは思う。辛いんだよ。疑われちゃうから。うわっ、うわっ、辛
もうもうダメだ。これは多分、一気飲みしてたら大変だよ。もういいや、この人たち本当に強がってるだけです。辛くないもんね。辛くない、全然辛くない、全然大丈夫です。いきます。アフターデストス、いきます。いただきます。はい、どうぞ。はい。いや、あ、うわー、これ熱いな。熱い、やばいっしょ。マジでやばいっすか。あー、やばい、やばい、やばい、これやばい、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 やばいでしょ。おかしくなっちゃうぐらい。帰りたい。あのね、本当にやばいですか。お前、うん、胃がやばい。もう。ああ。ああ。ああ。やばいやばい。ああ、帰れ帰れ帰れ。おい、どこ行く。やばいやばい。どこ行く。やばい。どっか行っちゃいましたけど、ちょっと。あっくん強くね。あっくんもそこそこ。いや、でもこれやばいね。できる。いや、あっくんもね、あれなんだよ、めっちゃ辛いの強いんだよ。あ、そうなんだ。超強い。前さ、ジョニーが食べたさ、なんか死にかけてた、あの、あ、味覚ね、味覚、あの麻婆豆腐、あっくんプライベートでさ、うちら行ったので、うち食べたかったんだけど、あっくん半分まで食べたからね。マジ半分食べたの、あれ、うん、やばいじゃん。だってあれやばいよ。あれはやばかった。でもそれ食べれる人だったらさ、でもあれ食べれる時点でさ、もう異常だよね。一般人の反応はこれなんで、視聴者さん、死にます、本当に死にます。これ本当にやばい。あの一滴だけでお腹がやばい。辛い。大丈夫、これ。もうなんかさ、アイスが辛い。唇が腫れて水槽です。一気飲みなんで、チパ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 こう言ってたら一気飲みじゃなくなっちゃうんで、この中にじゃあ2つともこれ全部入れちゃおう。本当、あの気をつけて、あのなんか塩分取りすぎだったら本当に体に悪いから。塩分じゃないから、これ塩分心配するのは塩分じゃないから。はい、あ、もうちょっと近くで、うーわ、やばいやばいやばい。うわ、やばい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 、うわ、あ、やばい、いっぱいになっちゃう。いいかも。うわ、やば、やば、うわ、やば、やば、これちょっと緊張感ね、うん、言葉を失うでしょ。見てるだけで痛い。いや、もう怖い。痛々しい。特殊な訓練を受けてますんで、はい、本当に大丈夫。はい、それではここから緊張してきた、見る方もノーカットでいきたいと思います。で、いきたいと思います。うわ、いただきます。いやー、マジか。うわ、やばいやばい。大丈夫？怖い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 。あ、見てるだけでやばい。うわ、やばい。すごいじゃん。うわ、やばい。うわ、大丈夫？マジだ。こっちまで熱くなってたわ。やばい、なんかもう見てるだけで鳥肌立った。辛い、俺も、はい、いや、すげえ、すげえわ、さすが。どうですか、どう、めっちゃ怖い。あー、これね、うん、やばいやばいやばい、なんか鳥肌立つ、なんか怖い。時間が、あー、やばい、経てば経つほど結構怖い。いいね、しまってしまう。言葉がロレス回ってないじゃん。うわ、これは何だろう。はい、うわ、なんかやだ。はい、ガチです、これガチです。いや、ガチ、すごいわ、すごいね、はい、これが激辛ジョニーです。名前負けしてません。はい、素晴らしい。これからも激辛界を盛り上げていきたいと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターのことも更新してます。フォローお願いします。で、お二人の、ちゃん今回出演していただいたリフレックチャンネルに、リフレックチャンネルの、チャンネルは概要欄に貼り付けてますんで、やばい、はい、先生、というわけで、また次の動画生放送でお会いしましょう。またね、バイバイ。すっごい、すごい。